1週間の地震についてお伝えする週刊地震情報です。まずこちらの図をご覧ください。こちらは今日の午前10時までに発生した震度1以上の地震の震源をプロットしたものになります。この1週間ですけれども、日本列島では震度3以上の地震が2回発生をしております。そのうちの一つがこちらです。16日月曜日の夜に発生した宮古島近海を震源とする地震となります。マグニチュードが 6.0 と、規模がやや大きな地震でした。そして震源の深さが33キロとなっております。この地震で沖縄県の宮古島市で震度4を観測したほか、先島諸島の広い範囲や沖縄本島の一部でも、揺れを観測しております。この宮古島の近海で震度4の地震を観測するのは2021年12月以来、およそ2年ぶりのこととなります。この2021年の地震も今回の震源とほぼ同じ場所で、規模もマグニチュード 6.1 と、ほとんど同じものでした。で、南西諸島では、南の方からフィリピン海プレートが、沈み込んでおりまして、今回の震源はフィリピン海プレートの境界よりも浅いところで発生をしたというのが特徴となります。で、この地震の直後ですね、体に感じる地震が相次いで発生をしましたけれども、現在は余震活動は落ち着いた状況となっております。そしてもう一つ震度3の地震がこちらです。こちらは19日の木曜日、午前9時47分に津軽海峡を震源として発生したマグニチュード 2.9 の方地震となります。浅いところで発生した地震となりますので、地震の規模、エネルギーそのものはそれほど大きくなかったんですけども、こちら函館市では震度3の揺れを観測しました。で、この津軽海峡で震度3以上の地震を観測するのは2008年以来、およそ15年ぶり。今回の地震と同じような浅い場所を震源とする地震では1982年以来、およそ41年ぶりのこととなります。この津軽海峡ですけれども、マグニチュード3前後の地震が時々発生をします。1年に数回程度の頻度で震度1から2程度の揺れを観測するというのが特徴なんですけれども、過去にはマグニチュード5クラスの地震が起きて、震度4以上の揺れを伴うような、そういった地震がまた起きる可能性はあるということが言えそうです。そして最後に海外の地震です。USGS アメリカ地質調査所が決定したマグニチュード 4.5 以上の地震の震源をプロットしたものになります。この期間ですけれども、マグニチュード6以上の地震が1回発生をしました。こちら日本時間の16日夜に発生したアリューシャン列島近海を震源とするマグニチュード 6.4 の地震となります。震源の深さが187キロと、深い場所で発生をしましたので、地震の規模はやや大きかったものの、津波の発生はありませんでした。で、このアリューシャン列島ですけれども、南側の太平洋プレートが北側の北米プレートの下に沈み込む、そういった領域に当たっておりまして、しばしば大きな地震が発生します。マグニチュードが7を超えるような、地震が浅いところで起きるパターンもありまして、日本列島の影響を考えますと、そうですね、マグニチュード7クラス後半やマグニチュード8クラスになりますと、日本に津波が来た、そういった事例もあります。かなり離れたところではありますけれども、日本列島としても注目すべき地震活動のエリアということが言えそうです。最新の地震情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。